こんにちは、今日も成功者に学ぶマリコの幸せクラブ始まりました。このクラブは幸せマニアである私秋吉マリコが、ソウルサウンドライヤーという楽器をね弾きながら、出会った素敵な成功者を招いて、そのね幸せの、成功のエッセンスをみんなで聞き出して、みんなでそれを分かち合ってみんなで幸せになっちゃおうっていうそんなクラブです。成功者って言ってますけれどね、俺は成功したぞとか大成功っていうその成功ではなく、幸せなになったもの、成功者っていうことで、この人なんで幸せそうなんだろう、なんか素敵だなっていう人を、私の独断と偏見でゲストに招いてお話を聞いています。今日は、八ヶ岳に住んでいるアート手ごね石鹸、そして音楽家でもあられる、みほみほさんです。みほみほさん、こんにちは。こんにちは、今日はありがとうございます。ありがとうございます。今日も八ヶ岳のあの素敵なセルフビルドのお家からですか？そうです、そうです。いやその後ろの絵もすごい素敵ですよね。うんうん、これはお友達が描いてくれたね。美穂さんのこのお友達の多さすごいですよね。いや、まっちゃんもいいですね。ありがとう。なんて言うんだろう、みんな個性的なすごい素敵な人たちが、みほさんのその自然なナチュラルな感じでその場にいるっていうことになんかすごい癒されて、でみんなが集まってそんな場を作ってるってそんな気がするんですけれど、友達にはねずっと恵まれてます。そうね、高校ぐらいからもうぐいぐい恵まれてます。ぐいぐい恵まれてる感じ、うん、わそれも多分美穂さんがすごい魅力的で、なんて言うんだろう、自分らしく裏表なくなんか嘘偽りがない感じがすごくするんですけど。ありがとう、うん、嬉しい言葉。なんだろう、自分に対して多分嘘ついてないからかな。うんうん、嘘つこうと思ったら固まっちゃうよね。言葉が出ないとかね、顔が引きつるとかね、素直すぎてそこが、いいも悪いも。嘘がつけなかったんだ。嘘っていうか、ごまかすっていう、うんうん、ことをしてない人なのかなって、そう思います。美穂さんのことをね、まだ初めましてって知らない視聴者の方もたくさんいると思うので、ちょっとここで、自己紹介していただいてもいいですか？はい、私は、美穂、手ごね、アート手ごね石鹸作家としては美穂美穂っていうふうに最近は自分のことを名乗るようにしてるんですけれど、住んでるところは山梨県の北杜市っていう八ヶ岳南麓の、小さな森に住んでます。はい。そこでね、パートナーと一緒に、セルフビルドのお家の中で、いろんなことをね、こう、発信しながら、外にもいろいろね、出ていって、音楽家、半分音楽家、半分アート手ごね実験作家という形で活動をしています。アート手ごね石鹸、素敵な、なんだろう、美穂さんじゃないと手に入れられないような不思議な、鉱石だとか薬草だとかそういったものも混ぜながらお肌に、天然の石鹸をこう手でこねてね、あれは独自の方法なんですか？手ごね石鹸って検索したら多分ね、もう昔からいろいろ出てくるんですよ。でも、うん、なんか大体がね、うんビニール袋に入れて、こうやってやる、うんうん、のお店ですよ、ね。で、私はそうではなくて、ここの手のひらのここのエネルギーを大切にしたいので、うん、もう本当に手でそのままこう、ぐいぐいこう、こう、踏めるっていう、そういう、取り方をしてます。そうね、うん。ビニールでも、普通、踏めるっていうのは、あまり体に良くないからとか、そういうことなんですか？まあ、今の時代、手が汚したくないとか、クッキー生地もビニールね、
ジプロとか使った方が手が抜かなくて、漬物もビニールとか、ね、まあジプロとかいうね。そう。でも、それって昔は絶対おばあちゃんとか手でこうね、手のとか、例えば漬物があったり、もっとちゃんとして、器に、陶器の器に入れてたりとかしながらやってたんだけど、なので手骨石鹸も、まあ、片付けが楽とか、ボロボロこぼれないとか、手が汚れないとか、そういう理由で、こう、こねこね、ビニールの上からこう、こねるのは、結構あります、ね。ただみんななんかね、それは、こう、本気で作るというよりかは、あ、もう楽しいね。もういい意味で。楽しい遊びの中で、子供が作るとか、そうだね。イベント的な感じで作るっていうのは多いんですよね。なんかね、一つ一つがね、まるでお菓子みたいだったりとか、また組み合わせによってね、いろんなちょっと模様にしてあったりとか、自分のこう、だからアートっていうのかなって思ったんですけれど、その方その方手、ワークショップで、うちでね、やっていただいたんですけど、本当にみんな違うものをどん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 作っていって、で作りながら作ってる人たちがどんどんなんかね、なんていうのかな、深いところで安心したリラックスしたいい笑顔になっていくっていうのが、あれ旗で見てて面白いなと思って見てました。なんかみんなの顔がどんどん ね、そのドローンカーソビットに似てる感じかな。なるほどね。確かに確かに。ドローンカー遊びしてる子供の顔。変わって、顔が変わる。変わる変わる。分かった。うん。あれすごいなぁと思って。ね、そういうことか。で、その後に、みほみほさん、今度は音楽家のね、みほさんになって、で、かっちゃんと一緒に、ライブをね、うちやっていただいたんですけど、あれも素敵でしたね。その時にほら、ね、のりちゃんのライヤーと一緒にやらせていただいてるとかしてね。美穂さんのね、声とね、ライヤーを合わせて、もう本当に気持ちが良かった。で、今度もぜひね、お願いします、ね。6月3日ね。はい。6月3日に、今度は、山梨の栗の森、美穂さんが住んでる栗の森で、野外コンサートを計画しています。二人のね、この音楽的な出会いとかはどんなところから始まったんですか？それぞれに音楽活動はしていたんですけれど、出会った時に私はね、クラシック音楽を長年やっていて、でそこから一回ピリオドをね、ピリオドを打って、イギリスに行っちゃったんですよね。美穂さんがゼロポイントにね、ゼロ地点に立ちたいなと。で、そこから帰ってきて、もう一度今度どんな音楽の形をしようかと思ったときに、パートナーの演奏するバンドって、バンドのミュージシャンと客っていう感じで。はい、運命の出会いをしちゃったんですね。あ、それでなんですか、ヨーロッパの民族音楽をメインに活動されてるって。民族楽器を中心にいいですね。民族楽器。でもね、本当にそうね、100のうちの 100% だとしたら、アイルランドの民族、音楽みたいな。民謡だよね。民族音楽。まあ民謡とか、10%、20% ぐらいね、やるかな。あとは本当にオリジナルの曲をいろいろ作曲して、やっているんです。でも楽器がアイルランドの楽器なので、なんかね、みんなアイルランドっぽいって言ってくださったり、もしくは、アジアの人は自分たちの故郷の人だって言ってくれたり、なんかね、すごい、不思議な感じになったんです。なんかね、遠い古いところの記憶をこう呼び起こされるような、沖縄のね、歌もちょっとやってくれたりとか、そう、でも楽器はアイルランドの、ティンフォイスルでしたっけ、とかそういうのを使っていて、だからなんかこう古い記憶からどこかルーツは一緒なんですかね。あ、すごいこと言ってくれる。そうなの。だからね、なんかこの楽器だから何の曲とかっていう、それこそほら、ニューが好きだから、
実は今、ゆうちゃんに言ってくださったように、ルートは一緒なのね。で、同じようにこう遠い方向を遡ってどこかに連れて行ってくれる、その感覚もね、自由だから、違うところにそれぞれが指定してるってことですね。なんかそういうのも聞くかな。なんかね、すごいいい雰囲気で、すごい幸せな美穂さんと、かっちゃんが、こう、多分ね、これ私見てて思ったことなんですけど、その古い記憶、ルーツの記憶の響きをこう全身からこう感じながら奏でているのをこう見て聞いて感じて、その音を全身で浴びていたら、ちゃんと私たちもその古い記憶のところにこういざなわれる、なんかそんな感覚になりました。ありがとうございます。もう本当にありがとうございます。あれ癖になるのね。とね、危険だなこれっていうぐらい、あ、私たちのこう脈々と受け継いで、ありがたいことに、人類途絶えずに私たちのところまでこう命のね、流れが続いている最終形じゃないですか、私たちって。でもその大元の元のところはなんかこうみんな一緒のものを持ってて、できっとね、なんか幸せになりたいなとか、そういうみんなが幸せであるようにとか、楽しいとか嬉しいとか、そういったものをこう共有する、そういう奥底のところっていうのがみんな持って、それぞれにこう、ね、一人一人に分かれたけど、でもここは一緒だったっていうのをなんかみんなで思い出すみたいなね、ちょっとね、コンサートなのに、なんだろう、自分の魂のこうルーツを探る旅をしたような、一瞬でね、そんな気持ちになりました。ありがとう。いや、楽しみですね。6月の3日にこの森の中で、なんだっけ、マーガレットが一番綺麗な時期なんですそうなんです。そう、ほんとね、いいとこなんですよ。で、言える自分が幸せだなと思って、本当だ自分が住んでる場所をね、ほら、近所にいるとかで言うと、本当にいいとこなの。で、思えて口に出せるのは幸せだなと思って。で、しかも今回はね、ほんとマリコさん、スペシャル企画で、レムリアンハープでね、クリ、私たちの音楽、グループ、クリって言うんですけど、クリのコラボもできるだろうし、ちょっと楽しい、ね、コ楽アしい。な音楽会に。で、みんなね、結構遠方からいらっしゃるのね。なんと、車を持っていなくても、新宿から 電車で来れるから、電車とバスを乗り継いだら、うちのこの、本当に360度何もない、里山まで歩いてくれるっていう、ちょっとね、信じられない。普通だったら田舎だと絶対バスだけじゃ無理なんだけど、山をね、たった7、8分歩くだけで、この何もない、360度ヒントが何もないところにたどり着けるという、そういうところなので、ね、遠方からもぜひね、いらしてもらえたら嬉しいですよね。本当にね、かなり遠くまで行かないと、そんな360度森しかないところなんて行けないって思い込んでたら、実はこんな近くで 宝物のようなサンクチュアリのようなね、あそこだけ場所がなんかこう次元が違うんじゃないかっていう、そんな場所ですよね。自分たちでもびっくりした。今時360度何もないってありえない。そんな、本当に一日。あれ、なかなかなくない？水垣山からの湖から川もしかして流れてます？水垣山はね、ここから、もう綺麗に、水垣山って皆さん、見てらっしゃる方、水晶の山なんですよ。絶そう対そなんのですか。隣が、金峰山って言って、金が取れるの。で、実はここの山も金が取れてるんですけど、この方向で、もう美しい金峰山を眺めながら取れるんです。
すごい。だからお水は直接そこからはね、出ないんですけど、うちは全部湧き水なんですね。森の中に湧き水を見つけて、そこから電気は使わずに、そうなんですよ。こうだけでね、この。これ収録撮ってるのが3月の23日なんですけれど、実は昨日東京雪が降ったりなんだりで、電力がなんていうの、途絶えちゃうかもしれない、停電が起こるかもしれませんって、わーってこうなんかいろんなものが流れてきて、その時にふっと頭をよぎったのが 真っ先に頭をよぎったのが、美穂さんのところだったら何の問題もないんだなって。ね、薪でストーブがあって、湧き水があって、でおトイレもコンポストで、あれ何もこもらないんだ、美穂さんのとこはって思って、こんなに電気に頼っている生活、それはそれでとても便利なんですけれど、でこうやってね、美穂さんとこんなに離れてるのにこうやってリアルで喋れて、みんなに紹介できてって。でもこう生命力っていうか、どこでも生きていける、本当は工夫すればっていう、なんかそこを、切り離されちゃってるから、こんなにみんな動揺してるのかなって、なんかね、変にね、美穂さんのことを思いながら考えてた。だって何も困らないでしょ、美穂さん、今停電ですって言われても。やっぱあれだよね、どこを見ていくかっていうところなんだけど、安心感はある。でもその反面、例えば今ちょっと改善されてきたんですけど、大雨が降った時に、普通、ね、そこ田舎暮らし、田舎暮らしじゃないな、ここが特別ちょっと変だから、そうじゃないところに暮らしてた時は、雨が降っても別に、大丈夫ねって。水道ひねったら、蛇口ひねったら、ちゃんと、ピュアな水が出るしね。大雨が降ったからって慌てないじゃん。まあ、停電とかドキドキするかもしれないけど。でもここは、まあ、ろうそく使えばいいとかね。なんかいろんなことあるけど、もし停電になったら。例えば、大嵐が吹いたら、吹く前に、こう、察知して、お水を汲むとかしないと、お水が濁っちゃうんですよ。なる引いてほるうちど。にこう、ボンボンって濁ってたりとか。だからなんかね、こう、イメージ的には良いんだけど、実際は結構な、とても良い意味で、野生にちょっとは帰らないと、感覚を研ぎ澄ましてないと、もうすぐ雨が降るからこうしようとか、雪の時もそうなの。もうぼーっとしてたら、もう全部凍結しちゃうから、ね、お水を出しておこう。普通は節水がね、エコなんだけど、ここでは逆で、お水を出しておくから助かるっていう、湧き水だから。閉めちゃったら、今度、そうやって水道管破裂だから。もう、すぐに水道を出さなきゃとか、もうね、薪も、今も、私たちも、いろいろ忙しくね、いろんなことさせてもらってて、どんどんなくなってきてる。なので、パートナー、かっちゃんって呼んでるんですけど、かっちゃんが、まるで夏休みの宿題、こう、ギリギリまでやらないで、突然やり出した子供のように、もう今、頑張って薪を切ってる。もうないから、ないから、切っては使い、ああ、もうない、切っては使い、ああ、もうない、みたいなるな。だほどからね、ね。すごい幸せな部分と、こう、計画をある程度、こう、していったり、こういうオーガナイズしなきゃいけないんですけどね、両方勉強になる、そんな感じですね。面でもそれが白ほら、嫌だったら嫌な場合もあるじゃん。というか、そこは嫌だから便利な方がいいって人もいれば、すごいそこでガーンとかなることが多いんだけど、いや、でも自分たちで暮らしてるからって言って、こう、一生懸命ポジティブに、これでいいんだ、みたいなのが好きな人とかね、みたいだから、本当にね、人それぞれですけどね。そう、今ね、すごい古い記憶が、20歳の頃 私もね、実は山梨の山奥で、乗馬クラブを手伝っていたことがあって、薪割りとか切羽詰まりますよね。 私、結構ね、大変なことになるから。だって夜本当に寒くなりますもんね。で、薪なかったらってこととかね、命に関わってるか命にら関わる。な。巻きないとね。いやー、なんか今思い出した。
でも、もしかしたら、みんながこのね、今世の中が不安定で、いろんなことにこう不安を感じて、ああだこうだってこう騒いでる人たち、こういう言い方したらいけないな、たくさんいるんですけど、本来人間っていうのは、今ね、美穂さんが話してくれた、嵐が来そうだ、水なんか出しとかなきゃとか、汲んどかなきゃとか、寒くなりそうだから水出しとかなきゃっていう、そういうところに神経をもっともっと本当はね、使わなくちゃいけないのに、今安全に守られすぎてて、使うところがないから、変なところで過剰に反応してああだこうだ叫んでるのかなって、なんかふっと思っちゃった。なんかアレルギーにちょっと似てますよね。あまりにも清潔になりすぎちゃったから、自分の免疫が 自分を攻撃し始めるみたいなね。なんか勝手なことをいろいろ想像しちゃって ついついね、美穂さんのとの話楽しくていっぱい話しちゃっているんですけど、ちょっと時間の方がだんだん押し迫ってきて、まだまだね、幸せ、本当にね、自分らしく生きて、しかもこの自然の感じながら生きてる美穂さんの話いっぱい聞きたいんですけれど、今美穂さんが、その中で幸せだなって思ってる瞬間ってどんなものなのかをまず教えていただいて、こう締めに入りたいなと思います。もういろんな幸せな瞬間は本当にたくさんあって、どれが一番みたいなのは本当はないんですよ。ここの森で本当にお茶をしながら山を見ている、もう本当に空腹の時間、もうこんなね、お昼で飲みながらって、もう幸せな気持ちになるし、いろいろなんですけれど、そうだね、音楽をついこの間またライブでね、させていただいたときに、以前とはもう絶対違うなと思うことがあったの。今までももちろん心を込めて演奏させていただくし、お客さんの顔を見ることだってもちろんありながら、受け答えしながらライブを進めるんだけど、もうね、今年に入ってから違うの、自分が。もうお客さんと一緒に溶けるとか、前はそういう風なのがいいなとか、それがこう、ね、理想とか思ったけど、理想とかじゃないの。もう本当にだんだんそれがこう、少しずつ分かってきて、自分の、こう、なんだろう、自分の枠も、取れたんじゃなくて、溶けてきたって感じなの。なので、この間、横浜の方でやらせてもらったライブは、もうね、歌っていながら自分が幸せになっちゃった。だからお客さんのためにとかじゃない。自分がもう幸せになっちゃった。で、お客さん見てたら、もうお客さんもこうね、幸せそうな顔して、で、こう、一緒になって溶けていくっていうのが、すごい、前よりも、こう、強くなって。で、これって本当に自分の宝？ね、それぞれの人がそれぞれの宝物を持ってるように、自分の宝だなと思って。それが、そうだね、最近ではね、ここ最近では、それがとても幸せなことだったかなと思って。なんか今ね、この幸せクラブで、皆さんにこのあなたの幸せの瞬間はって、皆さんに聞いてるんですけれど、なんだろう、本当に共通していて、自分がこう本当に幸せになって、でそれをこう自分の中に留めるだけじゃなくて、周りにこう影響して、で自分の幸せを感じて相手も幸せになってる様子を見て幸せになるっていう、なんかね、人間って本当にこう循環の中で幸せになる生き物なのかなって、なんて生き物なんだろうってちょっと今美穂さんの話聞きながら思いました。それを美穂さんは音楽とそれから手ごね石鹸でやってるんですね、きっとね。ね、みんなそれぞれもね、同じようにね、さっきとその辺かもしれないですね。素敵ですね。多分美穂さんがその音楽で幸せだっていうのを美穂さんしかわからないじゃないですか
だけどその様子を見て、そしてその音楽を聴いて、できっと前半で言ったライブの、なんていうの、ルーツを感じたみたいに、一緒にそこにもしかしたら感覚として味わえるのかもしれないですね。いや、なんか美穂さんの音楽聴きたくなった。今日はお忙しい中、ゲストに来ていただいて本当にありがとうございました。ありがとうございます。楽しかったです。あ、よかった。6月の3日よろしく。6月6日、楽しみにしてますから。ね、はい。ぜひぜひ栗の森と、それから美穂さんをぜひ味わいに皆さん来てください。で、他にもね、いろいろなところで手ごね石鹸のワークショップをやっていたりとか、本も出版されています。下にね、URL とか貼っておきますので、雑誌にも載ってましたね、この間ね。そうですね。この、ね、ついこの間のね、ベジベジっていうね、ベジ、すごい素敵なんにだ編ろ集される。ぜひぜひ、またね、宇宙のタイミングとこうリズムがこうピタッと合った時に、この番組に出ていただきたいんですけれど、いいですか？もうぜひ、あ、よかった。ぜひお願いします。その前にリトリート、ちょっと私今計画して お世話になります。はい、お世話になります。こちらこそ。それでは皆さん、音楽で、それから手ごね石鹸で、みんなに幸せを、彼女の感じる幸せを届けているみほみほさんでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありまがたとう。来週。今日の番組を見て、あなたの人生に幸せだなって思う時間がたくさんたくさん増えますように。それではまた来週。